お疲れ様です。キャッチコピーの一つになんかその異次元のなんとか政策とかありますよね。まあ、その中でもね、所得倍増計画なんていうのはちょっとこうキャッチーじゃないですか。でも蓋を開けてみると、所得倍増の倍は2倍じゃなくて1倍だそうなんですよ。もっと言うと、倍増させるぐらいの勢いでの政策ですみたいな、ね、説明もしてましたね。どういうことなんでしょうかね。まあでも所得 0.75 倍じゃなくてよかったなというところじゃないですかね。いってらっしゃい。